ありがとうございます。本日はオールフォー千葉柏市デーということで、このサンライズレッドの千葉ユニフォームに、こちらの柏市の手をつけて試合を行います。皆さんぜひ一緒に熱い応援をよろしくお願いします。そしてなんといっても今日はちょっと風が強いので、皆さんお手持ちのチケットとかね、あとはゴミ袋が飛んでいってグラウンドの中に入っちゃうっていうのも非常によくあることなので、気をつけて、試合をお楽しみください。オープニングのコーナーは今日のイベント情報を皆さんにお伝えするコーナーです。私イベント MC コナッツだけではなく M スプラッシュからもメンバーを1名呼んでみようと思います。では今日のメンバーは M スプラッシュからリオ、どうぞ拍手をお迎えください。はい、よろしくお願いします。では改めて自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんにちは、 M スプラッシュ1年目のリオです。今日はオールフォー千葉デーなので気合い入れて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。リオは千葉生まれ千葉育ちだもんね。そうですね。そうだよね、このオールパークステージオープニングは前回5月の19日に登場してもらって、その時も実はオールフォー千葉デーだったんだよね。そうだよね。そうです。やっぱり千葉出身で、だからこういう機会に呼んでいただけるのかなと思ってそうだよね。気合が入るよね。はい、頑張ります。さあ、そんなリオなんですけれども、昨日登場したナナミからの紹介で、同期のこの1年目のメンバーの中では結構いじられキャラのように見えますと、ナナミも結構ね、同期の中ではそんな方なので、なんだか同じ匂いを感じますなんてことを言ってたけど、実際のとこどうなんですか？実際は、その同期の中だと結構みんな面白がって面白がられてるんだ。いじってくる、いじってくる。ただ、でもナナミさんとお話しするとやっぱりナナミさんもその同期の中で結構なんかね、ほほんとしてるもんね、ちょっとね。だから、ナナミさんと私が二人のお話しするときは結構もうお互いにいじり合う、いじり合う時の場合によります。そうなんだ。でもちょっと同じ匂いを感じますってナナミは言ってたけど、リオの方はどうですか？私も、ね、だからこれから親近感を、ね、感じてもらっているということでしょうかね。さあ、そんなリオなんですけれども、実はアイドルが好きという情報をキャッチしたんですが、本当ですか？大好きです。アイドル大好きで知らなかった。私もアイドル好きなんで。ちなみにリオはどんなグループとか応援してるの？私はハロープロジェクトとか、あと仮面女子さん、分かる方いますかね？とかがすごい好きです。あ、そうなんだ。じゃあ実際ライブに足を運んだりっていうこともあるのかな？はい、もうよく行って、こう皆さん分かりますか？こういう光る棒とかを振ったりして、そうなの？はい、あと名前すごい呼んだりしてます。コールしたりとか。じゃあマー君ともちょっと気が合いそうですね。ちょっとだけこの前お話しした話な、これからもっと深く、そうだね、話したいけど、私もリオとアイドルトークを今度してみたいと思います。さあ、そんなリオなんですが、アイドル好きのもう一つちょっと情報を得てます。趣味がカメラなんですって。はい、そうなんだ。なんでもちょっといいカメラをなんかこの前買ったとかっていうのを聞いたんだけど、ちょっとそれにはいろいろとありましてですね。はいはいはい。実はローンを組んで買ってしまったんですよ、カメラを。あ、そんな一回に買えないようなちょっといいカメラをしまいまして、で、それをお母さんにどうしてもバレたくなかったんです、私は。お母さんに内緒で買おうと思って、秘密にしてたんですけども、そのローンを組んで買ったっていうのを聞いたのが怒られるなって思ったのでまあまあびっくりしちゃうよね。カメラ詳しくないと、そんな値段するのってなっちゃうこともあるもんね。はい、と思って秘密にしてたんですけど、この前、その引き落としをされる口座にお金を入金した時に、自分の店でちょっと100円少なく入金してしまって、家に引き落とせませんっていうハガキが届いてしまって、それでもしかして、はい、携帯を見たらお母さんから鬼のように LINE が来てまして、家に帰れないって思いました。わー、でもちゃんと理解してくれた。はい、そこはちゃんと謝って、こういう理由で買いました、許してください、ごめんなさいっていうのを伝えて、ちょっと収まったのかな。なるほどなるほど。ちなみにそんなお母さんが今日来てるっていう噂を聞いたんですけど、はい、本当ですか？今日来てます。こんな話しちゃいましたじゃあ今日はパフォーマンスでね、返しましょう、お母さんにね。はい、同期の中では確か鈴葉もカメラが好きってこの前ステージで教えてくれたんだけど、そういうカメラトークとかもするの？あ、しますね。なんか鈴葉の
方からこういう時って設定どうすればいいのかっていうのを聞いてきてくれるんですけど、私がニコンのカメラを使っていまして、はいはいはい、スズハがキヤノンのカメラを使っているので違うメーカーなんだ。はい、ちょっと全然分かり合えないところが、そこはちょっと分かり合えない、それぞれの良さがきっとあるんだよね。なるほどね。じゃあカメラ好きな方はあのカメラトークなんかも今度ね利用としてみてください。では、今日はいよいよ6月最後のホームゲームということで、そしてなんといってもオールフォー千葉なので、改めてリオの意気込みを皆さんに聞かせてください。はい、先ほどと前回のオールバックステージでもお話させていただいたんですけれども、はい、やっぱりオールフォー千葉ということで、千葉県出身の私はもう普段のそうですけど、やっぱりこういう日はすごい気合が入るので、ね、はい、そしてなんと今日はルーキーが一人ということで、あ、そっか、今日のメンバーの中で1年目はリオだけだった。そうなんですよ。なので今日は先輩方と一緒に頑張りたいと思います、うん、よろしくお願いします。はい、皆さんリオのパフォーマンス注目していてください。さあ、それでは